はい、おはようございます。釣り子 TV です。箱が届きました。これは多分注文していたあれじゃないかなと思うんですけども、早速開けていきたいと思います。これね、お正月前後にですね注文したあるルアーが入っているはずなんですけども、さあ、おメガバス、ね、久しぶりにメガバスのルアーを、買いましたが、ね、すごい丁寧に梱包されてますが、こんな専用のパッキンで入ってるんですね。お2つ入ってるんですよ。2つ注文しちゃいましたね。え、じゃあちょっと出していきますね。はい、出てきましたよ。これね、ちょっと丁寧な箱に入ってるんじゃないんですか。メガバスのオンラインショップで注文してみたルアーですが、もう来た。はい、これ獅子舞カラーのですね、スペシャルカラーのポップ X。 うわー、久しぶりにポップ X 買いましたよ。このカラーはぜひもんでほしいなと思って買ってきましたが、あ、往年のですね説明文なんかこう裏に書いてあって、まあね、これと、はい、こっちもね、あー来たー、ポップマックスの今度これ獅子舞カラー。うわー、かっこよくないですかこれね。え、お正月スペシャルカラーっていうことで、こう2種類のですねポッパーを買っちゃったんですけどね。いやー、ちょっとこういうカラーには目がなくてですね、なんか気配があるとついつい買っちゃうんですけども、原体験としては多分ズイールの CCMI カラーね、獅子舞カラーってのがポッパーにあったんですけども、そこら辺からこの獅子舞カラー好きが始まって、メガバスでこういったカラーが出ているっていうことで、じゃあ早速開けていきたいと思います。じゃあね、このポップマックスからね開けていきますかね。よいしょ、やっほー、きたー、これね、口金色ね、腹、あ、2018、にくいですね、2018年入ってますね、年号が。こういうのがねちょっとね集めたくなっちゃうんですよね。気をつけないと、泥沼にはまっていくんで、まあ2018って入ってますね。で、背中、このね髪の毛のあたりのこの繊細な塗装がいいですね。この顔周りね、結構こだわりの塗装じゃないですか。ちょっとこうマットな感じな塗装ですけども、でね、針はこんな感じでついていて、獅子舞カラーね、これはちょっと想像以上にすごい綺麗に塗られているんで、ね、この背中の模様とかすごいですね。さすがメガバスといったようなカラーリングではないでしょうか。じゃあね、せっかくなんでこのポップ X もね、これコレクションしておくだけじゃもったいないんで、開封してね、これも今年バンバン使っていこうと思うんですけども、はい、出てきました。これまた口金、腹回り、あ、これもちゃんと2018って入ってますね。うわー、で顔周りこんな感じで、背中、まあね、これはね、あ、もう伝説のルアーですからね、ポップ X。 まあボックスに1個入っていると何かと安心なね、ポップ X ですけども、久しぶりにね新品で買いました。もう結構ねいっぱい持ってるんで、改めて、まあ中古とかでどうしてもこのカラーいいなーなんていうの見かけるとよく買ってましたけども、でも
結構新品でこうやって買うのは久しぶりじゃないかな、今年はちょっと久しぶりにポップ X 使い込んでみようかなといった感じですけども、まあこんな感じでね、非常に綺麗な塗装が施されているスペシャルカラー、これね、メガバスのホームページとかたまに覗くとこういったスペシャルカラーが限定で、通信販売で買えるなんていうイベントよくやってますんでね、たまに覗くとこんな感じでカッチョイルワーと出会えるかもしれないっていうことで、でまあこの買う時にね、メガバスのメンバーになるとね、500ポイントついてくるっていうことで、この2つ送ってもらったんですけども、ちょっと500円ほど割引になって買うことができましたんで、メンバーにも、なっておいた方がいいんじゃないかななんていうふうに思いますけどね。改めてこの、見ていただくとこんな感じで非常に綺麗な塗装がなされております。まあこれね、裏にね説明書きとかいっぱい書いてあるんですけど、まあ改めて読むまでもないかなということで、重さの方は測っときますかね。改めてこのポップ X じゃ何グラムだったのかなということで、じゃあまずね、往年の名作ポップ X から何グラムでしょうか。 7.4グラム、7.4グラムなんですね。なんか久しぶりに持つと、ああそうかっていう感じですけど、じゃあね、対してこのポップマックス、これは何グラムでしょうか。 13.8 グラム。見た目にはね、そんなに大きさ違わないかなと思ったけど、測ってみると結構、差があるんですね。というわけでね、今年はこういったスペシャルカラー、久しぶりに買ってみたので、こんなのもね、ポップ X って亀山ダムなんかで行くと早い時は3月ぐらいからやたら釣れてたんですよね。結構日によっては3月でもワカサギなんかを追いかけて上流域でフィーディングするバスなんかが、目にする機会が増えてくる、そんな時にですね、ポップ X 投げてピシピシピシってこう、なんていうかポッパーっていうよりほんとチピッチピッチピッっていう感じの優しいポップ音で、スライドしてくるんで、そういう感じでね、ワカサギ追っかけてるバスの口元なんかに投げてやると、結構躊躇なく3月ぐらいからでも食ってくれたなんていう記憶があるんで、まあ本番はアフタースポーニングが終わってからの、そうですね、ハイシーズン夏場の釣りとかに大活躍してくれるルアーだとは思うんですけども、まあせっかくね、こういったカラー久しぶりに買ったんで、春先ぐらいチャンスがありそうな時はですね、積極的に投げていこうかななんていうふうに考えております。というわけで本日の釣り講 TV はですね、この獅子舞カラーのスペシャルカラーポップ X とポップマックスを買ってきてみたよ、ね、送られてきて、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。